ポルトセグーロは、ブラジルの都市。人口12万6770人。ブラジル北東部地方に属し、バイイア州に属する。ポルトセグーロは、1500年4月22日に、ペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルを発見し、初めて上陸した地である。ポルトセグーロとはポルトガル語で、安全な港を意味する。1500年から19世紀までは栄えた港であり、 その後20世紀後半からは観光地として成長している。ポルト・セグーロは大西洋に面し、サルバドールの南7 0 7トルビトリアの北6 1 3トルに位置する。また、東のユナップリスで国道101号線と接続している。ポルト・セグーロ空港は1993年に完成し、サルバドール、サンパウロ、ベロー・オリゾンテ、ポルト・アレグレ、 クリチバ、リオデジャネイロから直行便が就航している。国内各社だけでなく、ヨーロッパやアルゼンチンからチャーター便も就航している。ポルト・セグーロは、多くの美しいビーチと植民地時代の雰囲気が残る。ことから、近年観光地として、成長を続けている。近くには、大西洋熱帯林の名残である森林もある。また、バイア州で最も有名なカーニバルも行われる。 観光の成長は都市としての急成長をもたらし、1970年代に1万人未満だった人口は現在では12万人を超す。バーラナム川を挟んだ南隣の町レイル・ディア・アジュダは1990人の人口を900人から2005年には1万1411人にまで成長した。経済は観光業を中心に漁業や農業、政府雇用、 畜産に基づいている。2003年には牛が66,513頭おり、そのうち8,647頭が中牛だった。主な農産物は、砂糖キビ、キャッサバ、バナナ、ゴム、カカウ、コーヒー、ココナッツ、グアバ、オレンジ、レモン、パパイア、パッションフルーツ、パイナップル、胡椒などである。センソポップやラチオネル2010。 センソポップやラチオネル2010インスティトゥートブラジルエロでヘオグロフィアイエス,ステティスティカパギナビジタダ M11 でデズエンブローで2010地球の歩き方2016から17ブラジルベネズエラダイヤモンドビッグ社2016年255ページ ISBN978 から4から478048511ありがとうございます